アレクサンダー・ハミルトンとアーロン・バーの決闘決闘は、二人の人間が事前に決められた同一の条件の下、生命をとして戦うこと。果たし合い、通常は一方が自らの名誉を回復するために決闘を申し込む。主に通常の裁判などでは、自らの正しさが証明できない時に使われた。一般的に決闘は、 同じ社会的階級の者同士で行われた。特に上流階級の者同士で行われる決闘は、広く注目を集めた。現代、多くの先進国では決闘は禁止されており、また滅多に行われることはない。例えば、日本では、決闘罪に関する件により、決闘は禁じられている。決闘はしばしば文学作品上で、美化されて表現されるが、 実際に決闘を行うのは当然のことながら生命の危険が伴う。決闘に再始除名しないことを事前に宣言することもあった。一方が決闘を申し込み、他方が受学すれば決闘が行われる。申し込みの方式は相手の足元めがけて白手袋を投げるか、顔を白手袋では炊くことによって行い、相手が手袋を拾い上げれば受学となる。ただしこれ以外に、 決闘場を送りつける方法や代理人を向けて決闘を申し込む場合もある。戦闘の方式は時代や国により決まっていることもあるが、近世以降は両者が協議して決定する。戦う2名の他商人1名の計3人で決闘は成立するが、2名のみで承人が立てられなかった例もある。通常、戦闘を行う2名はそれぞれ1名の海添人をつける。 このため、決闘は、通常、5名で行われることになる。ただし、実際はこの他体制の見物人が決闘を見守る。中世までは、海添人は武器を持っていた。このため、決闘が白熱すると、海添人も含む4名の乱闘となり、多数の死者が出ることもあった。近世以降、海添人は、立ち会人となり、武器の形態は禁じられるようになった。 記録に残る最初期の決闘は、棍棒と盾で行うものと決まっていたが、時代により、また場所により、武器や武装は様々である。中世は、剣で行われ、近世以降は、剣銃でも行われた。武器が選べる時代は、通常、最初に侮辱を受けた側が武器を選ぶ権利を持つ。武器は同一のものが二つ用意されるのが普通である。時代によっては、 どちらか一方が死ぬまで戦闘が続けられた。敗者がその場で処刑された時代もある。決闘は同じ身分の者同士しか行えなかった。例えば、自由民と濃度は決闘を行えなかった。しかし、そのような場合、領主が特別に一時的に濃度に自由民の資格を与え、決闘が行われることがしばしばあった。戦闘は申し込んだ者と申し込まれた者が行うが、 病人と女性、年少者は大投資を立てることができた。職業として大投資があった時代がある。時代が下ると、聖職者、老人なども大投資を立てることができるようになり、13世紀、五老を境目に、封建時代の日本において、主に武士階級が行った決闘は、ヨーロッパの作法と幾分異なる部分がある。正式な決闘の場合は、 日時と場所を記した、果たし状を送るが、突発的な理由の場合は、武士は常に刀を携帯している。関係上、刀を抜くことが挑戦であり、それに応じて、相手が刀を抜けば、決闘の受諾となり、そのまま決闘が始まることになる。江戸時代の決闘は、領主の警察権の対象であり、果たし合いは領域を統治する大名勢力から見れば、事業内で起こった乱闘。 殺人事件であり、刑事罰の対象とされた。有名な岩流島の決闘の場合では、武前と長との間の、引く島を、果たし合いの場所に選んでおり、これは、大名側の統治範囲の曖昧な無人島であったからと推測されている。決闘の結末割比をもって裁断され、喧嘩料、成敗とはならないのが通常であったが、しばしば敵打ち騒動の原因となった。決闘は、 ゲルマン民族の伝統が由来と考えられている。おそらく6世紀には制度として決闘は存在した。コート族は決闘を行わなかったと考えられている。イングランドには最初期には決闘はなく、ウィリアム一世によってもたらされた。当初、決闘は正式な裁判手続きの一つであった。犯罪を犯した者が明らかであるにもかかわらず、証拠が十分でないために、 相手が無罪になったとき、あるいはなると考えられるときに、被害者が決闘を申し込んだ。主に、証拠のない殺人など重犯罪について決闘が行われた。土地の所有権などの争いにも利用することができた。これを、決闘裁判と呼ぶ。訴追する者が決闘によれない場合は、審判となり、失敗はしか、死死切断を意味した。決闘の場合、 決闘責任者は裁判官であった。重犯罪の共犯者が自白し、告発人となった場合、自白し告発した共犯者を相手にその権威を決闘で証明することに成功すれば、彼は死を免れ公民権を失い大国先生をすることにより命をつなぐことができた。決闘裁判においては、神は正しいものに味方すると信じられていたこともあり、その結果は、 絶対的なものとして受け入れられていた。1385年、フランスで合法的な手続きに基づく最後の決闘が行われた。ジャンド・カルージュが、ジャック・ルグリが覆面をして、自分の妻に乱暴を働いたとして、決闘による裁判を申し込んだ。ルグリは無実であると主張したが決闘を受け入れた。決闘の結果、ルグリは敗者となって死に、カルージュの主張が認められた。 しかし後になり、カルージュは、覆面をした、ゴーカンマは、自分自身であったと告白した。このため、血統裁判の正当性そのものが揺らぐことになり、この結果、フランスにおいて、血統裁判は、制度的に廃止された。イングランドでは、1492年に、正式な裁判手続きに基づく最後の、血統裁判が行われた。同じ世紀の中頃に、 非常に珍しい決闘裁判が行われたという記述があることから15世紀には裁判手続きとしての決闘裁判はほとんど行われなくなっていたことがわかる。ただし、イングランドでは決闘裁判は制度としては廃止されずに19世紀までは存在し、1818 18年までは正式な裁判方法の一つであった。この年、殺人罪で告訴された者が血統による裁判を 選び、約300年ぶりに血統裁判が行われることになった。しかし、この血統は殺害された者の遺族が受諾しなかったために成立しなかった。この件をきっかけに、翌年、血統は完全に非合法化された。このように、正式な制度としての血統裁判は15世紀までに廃れたが、その後も、死闘としての血統はしばしば行われた。 フランスでは16世紀終わりから17世紀初め、アンリ4世の時代、年平均235人が血統によって命を落とした。申し込まれた血統を受諾しないことは死に値する不名誉と考えられていたこともあり、血統はしばしば行われた。具体的には、貴殿は勇敢だという噂を聞いたので血統を申し込むというような理由での血統がしばしば行われた。 ヨーロッパ各国の王はたびたび決闘禁止令を出したがほとんど守られなかった。決闘を行った者は死罪とされることが多かったが、実際に決闘を行うのは有力貴族が多く、それらの貴族を死罪にすることは支援者を失うことでもあったので、何度も恩赦が与えられ、実際に決闘による罪で死刑にされる者は皆無だった。このため、死闘としての決闘は全くなくならなかった。 これはさらに時代が下がっても同じだった。ただし、平民と貴族などのような身分の異なる者同士の決闘も行われるようになった。ベンジャミン・フランクリンは決闘を激しく非難し、決闘を申し込まれても受諾しないことを積極的に進めた。19世紀になると相手を殺すことは避けられるようになり、19世紀終わるまでにはほとんどの国で非合法化された。 ただし、アメリカ合衆国の一部の州では、未だに合法的な決闘の方式を定めた州法が廃止されずに残っている。ただし、それらの方が現代でも有効であると裁判所が判断するかどうかは別の問題である。フランスでは20世紀初めまで、決闘はごく普通に行われ、その結果が新聞に掲載された。もちろん決闘は、 非合法化されていたが、あまりに決闘の数が多く、この時代までは実際には取り締まられていなかった。第一次世界大戦後、決闘は古臭いと思われるようになり、新聞記事になることも少なくなった。しかし、散発的に決闘は行われていた。最終的に第二次世界大戦後、決闘はほとんど行われなくなった。しかし、 散発的な決闘は現代でも行われることがある。ウルグアイでは多くの条件をつけてはいるが、2006年現在においても決闘は合法である。ただし、決闘を非合法化する法案はたびたび検討されている。軍人の決闘については別に定めのある国もあった。プロイセンでは軍人の決闘があまりに多かったため、1843年に、 名誉裁判所が設置された。これは、軍人同士の安易な決闘を防ぐための機関でもあったが、名誉裁判所そのものが決闘を命じた例もある。当時のプロイセンでは決闘は非合法であったが、名誉裁判所が認めたり命じたりした軍人の決闘は別扱いされ合法とされていた。この制度は1918年、プロイセン王国が亡くなるまで存在した。 オット・フォンビス・マルクは、ドイツ国会が軍事予算問題で紛糾したとき、反対派のルドルフルートビヒカール・フィルヒョウに決闘を申し込んだ。そのとき、フィルヒョウが提示した決闘の方法は、加熱済みソーセージと見た目が同じでつむじ虫が注入された、未加熱のソーセージとを用意して、明々に選んだ方を食べるという方法だった。フィルヒョウは、専門虫を食べた場合にどれほど、 無残に死ぬかをビスマルクに説明した。ビスマルクは決闘の申し出を撤回した。ドイツ、オーストリア、スイス、及びラトビアやフランドル地方の一部ではメンズーアという学生文化が存在する。これは15世紀の終わりにスペインでレイピアによる決闘が寒冷化したのをドイツの学生たちが導入し、当初は通りで学生同士が決闘にいたり死者を出すことも珍しく、 なかった。17世紀頃には審判と医師の立ち会いによる正式なものへと発展し、スポーツと血闘のいずれでもない特有の文化として定着した。これは、そこいのない形式的な侮辱により開始され、対戦相手のいずれかが血を見ることによりほぼ円満に集結するといったものであり、在学中に十数回ほど対戦することも珍しく。 なく、ドイツの伝統的な学士会の中には、メンズーアの対戦経験があることを、加盟条件に課すものもある。1908年ロンドンオリンピックの決闘競技1908年ロンドンオリンピックでは、ローでできた弾丸を使用する決闘が、非公式競技として行われた。当初、ヨーロッパ式の決闘は、県で行うのが普通であったが、18世紀からは、県中でも行われるようになった。 武器は原則として同じ種類のものを使う。銃と剣では決闘は行えない。また、剣で行う場合、同じ剣が2つ用意されるのが通常である。決闘専用剣銃は特に裕福な貴族のために製造された。時代や国により、決闘の方法は細かく定められていることがある。例えば、剣による決闘の場合、2分間戦闘の後1分休憩を、 どちらかが死ぬまで繰り返すというようなルールがある場合がある。ただし、決闘のやり方は、双方が合意さえすれば、どのような方式をとっても良い。典型的な決闘の終了条件として、以下のようなものがある。珍しい例として、包丁を一本ずつ持って、損の中で戦い、しかも損は川に流されるという方式の決闘が行われた例がある。 この例は、両者共に死亡した。また19世紀のアメリカ合衆国ケンタッキー州では、これら金のついたサラダを食べ合うという決闘が行われかけたことがあったが、双方の海添え人が直前に止めたため、行われなかった。拳銃での決闘の場合、あらかじめ決闘責任者が用意した2丁の拳銃を、互いが取り、互いに数十補正を向けて歩いてから振り向き、合図に合わせて打ち合う。 初数は一発のこともあれば三発のこともある。三発以上の発砲は野蛮なこととされ、たとえ決着がつかなかったとしてもその時点で決闘の終わりが宣言された。この場合大抵動作の早い者が勝者となる。決闘責任者がどちらか一方の拳銃に飲み弾を入れておき、決闘者はくじで拳銃を選ぶという偶然性が支配するルールが採用されることもある。 このルールは18世紀末にアメリカ合衆国で使われるようになった。近世以降、決闘の方式については、シャトーブリアンチョ決闘法が基範とされることが多い。これによると、決闘を行う際には2名の立ち会人を立てて、相手に決闘の意思を伝える。相手も2名の立ち会人を立てる。これは24時間以内に行われなければならない。 4名の立ち会人が決まると、決闘を行う2名が会うことは禁じられる。これら4名は可能な限り和解の努力をするが、それができなかった場合、決闘の準備に移る。通常は、最初に侮辱された方が武器を選択するが、どちらが最初に侮辱を受けたのかわからない場合、立ち会人4名が協議してどちらが武器を選択するか決める。立ち会人4名が協議し、 細部のルールを決める。そして、4名の中から、決闘責任者を選ぶ。決闘の準備が公正に行われたかどうか、決闘責任者が責任を負う。女は決闘の際、大投資を立てるのが通例であったが、本人が強く望む場合、自身が決闘を行うことも認められた。この場合、不利にならないよう、特別な条件が付けられた。 11世紀末から12世紀のデンマークの決闘裁判では、女は意地をつけた紐を、男は棍棒を用い、男は下半身が隠れる、穴の中に入れられた。男が打ち損なって、棍棒で地面を3回叩いたとき、女が勝者となった。数は少ないが、女同士の決闘も行われた。銃や剣など、一般的な武器が使われることが多いが、フランスのモンマルトルでは、 二名の女が砂を詰めた、ストッキングで決闘を行った例が記録されている。1371年、モンディディエ領主、オーブリとモンディディエが殺されたが、犯人がわからなかった。この時、モンディディエの飼い犬、ベルボーが、リシャール・マケールに対して、非常に強く吠え続けた。国王シャルル5世は、犬が殺人を目撃したが自らそれを証明できない。 ために決闘を申し込んだと判断、犬とマケールに対し決闘を命じた。マケールは棍棒で、犬は避難用の樽が与えられ、王の御前で決闘裁判が行われた。結果、犬がマケールに噛みついて勝ち、マケールは罪を認めて死罪となった。この故事は非常に有名であるが、おそらく伝説であり、実際に行われたという確証が得られていない。 ありがとうございます。